はい、どうもこんにちは。こんにちは。本日はですね、はい、プロ野球スピリッツエースの撮影をどういう風にしてるんですかっていう風な質問がね、今までも何件か寄せられてますので、はい、まあ、今回はね、僕のやり方を、まあ、ちょっと皆さんにご紹介しようかなというふうに思います。はい。いろんなところは情報をかいつまんで、今の形をやっているので、まあ、これが正解とは思わないし、多分、ね、はい、無駄も多いと思うんですよ。なんですけど、まあ、もしね、やってみたいなって方がいらっしゃら、まあ、こんな方法もありますよっていう風な参考になればいいな、なんていう風に思っております。はい。まず私の撮影環境をお話しさせていただきますと、iPhone6S というスマートフォンを使って撮影や編集をしています、はい、基本的にオーナーズリーグの動画であれば、この iPhone のカメラを使って動画や写真を撮影して、でその撮影したファイルを iMovie という iOS のアプリを使って編集します。でそれを YouTube にアップロードしています、はい、ですがこのプロ野球スピリッツエースという、iPhone のアプリですねを画面でゲームをしているときには、この iPhone には実はですね、この画面を録画するアプリや機能というのがないんですよ。で実は脱獄というちょっと裏技のようなものを使えば、これを録画するアプリというものが手に入るらしいのですが、それをしてしまうとメーカーの保証が受けられなかったりだとか、結構ねリスキーなので僕はそれはやっていないわけです、はい、じゃあどうすればいいかっていう話なんですが、そこでね登場するのがこのパソコンなわけです、うん、パソコンにはですねゲーム画面を録画するソフトっていうのがいっぱいあるわけです。でこのパソコンを使って録画をしたいわけですが、はい、この iPhone からまずパソコンにこの画面をですね移動する必要があるわけです、はい、で使う機能っていうのがエアプレイ、はい、エアプレイという、まあ、ミラーリング機能です。何かっていうと、今の iPhone とかにはですね Apple TV という機械をつけることによって iPhone の画面をテレビで映せるような、そういう風な機能があるわけです。大画面で見れる、そうです、そういう風な、ね、機能があるので、はい、まあ、それを使おうというわけですね、はい、ただこの今僕が使っているのは Windows の、ね、リモートパソコンですので、はい、AirPlay を受け取る機能っていうのはないわけです。もともと AirPlay も別に Windows パソコンに飛ばすためのことは想定してないわけです。はい、はい、というわけでね、じゃあ何が必要かっていうと、はいはい、この Air サーバーというですね、まあ、要はこの受信機ですね、パソコンの中に受信機をつける、そういうソフトが必要なわけです、はい、でこれがね、2300円くらいで購入いたしました、はいはい、まあ、7日間の、ね、お試し期間とかありまして、これで、まあ、使いやすいなというふうに思ったので、まあ、導入を決めたわけです、はいはい、でこのエアサーバーでエアプレイのデータをミラーリングすると、こうやって画面がねこうパソコンの中で、はい、見れるようになるんです。うん、はい、じゃあ今から試しにじゃあミラーリングをするところをお見せします。はいはい、こんな感じですね、はい、今、これがiPhone のものなんですね、はい、でここのこれですね、はい、ここの部分、これが AirPlay の接続部分、ここがね、切れればミラーリングは待機されてて、ここをセットすれば、はい、出てくる、出てくる、はい、今繋がった、はい、みたいな状態ですね。一緒にこれ動かせばほらほら出る、いうふうになっております。はい、はい、で、こうやって押せば。出てきた。出てきた。はい。という感じですね。はい。はい。こんな感じで簡単に接続できるようになっております。はい。で、そこから、はい、使うのが、ね、バンディカムという、これまたフリーソフトなんで、はい。はい、本当ね、正規版っていうんですかね、購入することもできるんですけど、僕は今、無料版をそのままで使ってます。はい。無料版を使うと、バンディカムっていうロゴが出てきたりとか、10分間しか連続で撮影できなかったりだとか、そういう制限はあるんですけど、はい、まあ、アプリをね、録画する分には十分な機能かなというふうに、はい、思いますので、はい、このバンディカムというソフトの録画機能を使ってですね、このパソコンの画面を録画しております、はい、でこの録画した画面をどうするかというと、はい、はい、iCloud ドライブですね、iCloud でまたこっちの iPhone に持ってくるわけです、はい、で iCloud 上に iCloud を使って持ってきた MP4 ファイルをこちらの、ね、iMovie で編集してで YouTube にやってあげられるという、ちょっとね、こう遠回りをして戻ってきて編集をするというふうなことをやっております。理想を言えばですね、どっちみちね、こっちに送ってしまうならこのパソコン上で編集ができればいいんですけれども、まあ、僕は今の iMovie のソフトでね、やってみたいなっていう気持ちがあるのでちょっと面倒くさいんですけども、はい、まあ、こういうふうなことをやっています、はい、でもっと理想言っちゃえばですね、ここのパソコンがですね、今の仕事の関係で Windows のパソコンを使ってますけど、うん、iMac とかね、MacBook とかそういう、うん、Apple 製品であれば、ここがね、ライトニングケーブルっていう、普通の充電ケーブルみたいなもので、普通にこう行き来ができるので、訪れとかがね、一切ないらしいんですよ。僕使ったことないんで、まだわかんないんですけど。
うん、まあ理想言えばね、そっちの方がまあ撮影としては安定するんじゃないのかななんていうふうに思うんですけども、はい、まあなんせね、まあ今ある環境の中でどうやってできるかなっていうのをいろいろ手探りでやってますので、今はまあこの状態で落ち着いているというような感じですね。はい、はい、ということなので、まあ本当にこれ正解はないと思いますので、はい、まあ皆さんもね、ぜひいろんなことやってみていただくんじゃないのかななんていうふうに思います。はい。